名球界レジェンドが選ぶ現役ベストプレーヤー2024インハワイの変化球部門を YouTube 名球界チャンネルで発表ドジャース移籍が決まった山本由伸投手25が3球種でランクインした山本はフォークが4位スライダーが2位そしてカーブが1位に輝いたカーブを選んだ中日大島洋平は直角に曲がる 打てない内川誠一氏は、目線が上に外れて落ちてくると表現した。他にもオリックスでチームメートだった平野義久、佐々木和弘氏、岩瀬仁樹氏、上原浩二氏らが選んだ。スライダーを選んだ金本智明氏は、狙っていても打ちにくい。他には小笠原道博氏、福留浩介氏らが選んだ。フォークを選んだのは松井一雄氏。 カウントも取れるし、空振りも取れると舌を巻いた。3位にはロッテ、佐々木朗希の「フォーク」が選ばれた。同票の4位で巨人、戸郷翔征のフォーク、オリックス、宮城大弥のカーブ、d n a トレバー・バウアーのナックルカーブ、中日、小笠原慎之介の「カーブ」も選ばれた。佐々木を選んだのは古田敦也氏、石井拓郎氏、佐々木和弘氏、小久保行氏、福留光介氏、 小笠原道博氏、松井一夫氏、上原浩司氏、藤川球児氏、鳥谷隆、岩瀬一樹氏ら当然ならがそうそうたる面々だった。佐々木主は160キロはなかなか投げられない、ロッテで一緒にプレーした鳥谷隆は、数字も出るが身長もあるので体感でも速い、対戦相手の監督でもある松井一男氏は、ベンチから見てもマウンドからホームが近く見える。 とレジェンドドたたちが企画外のスピードに舌を巻いた2位はオリックスの山下俊平洋投手、21。内川誠一氏は、ボールの角度が高めに来たら当たらない。魅力的だと思った、と話し、谷繁元信氏は、昨春のキャンプでブルペンで見てすごい迫力あるボールだなと思った、と明かした。3位はオリックスからドジャース移籍が決まった山本由伸。金本智明氏は 佐々木朗希の方がスピードガンも出るし速いと思うがバッターから見て打ちにくさは山本が上かなと思うと指摘した番外編として安倍晋之助氏は阪神村上がキレがあって速く見えるとし中村憲広氏はオリックス宇田川を速いだけじゃなく思う